おととい都内で撮られたものです。それが？こっちのスーツの男、関西近江連合直参、二階堂哲夫。近江か、確かに気にはなるが、緊急で招集かけるほどか。ですがこっちの鉢巻きは皆さんもよくご存知のはず。誰だ？六代目、いかがで？近江連合合流会会長、合田龍二。なんだと？こいつ死んだはずじゃ。おい安住、どうないなっとんのや。5年前のうちと関西の抗争、ご存知のようにあれの糸を引いていたのがこの合田です。その後姿を消していたのですが。なんや、ゾンビにでもなって帰ってきたんかい。何にしてもタイミングが良すぎる。2日後にはカムロ町ヒルズの竣工セレモニーです。登場会の幹部も全員が顔を揃えます。西島は中国で商談中だろ。そしたら全員とちゃうな。ほぼ全員です。思い出したわ、その二階堂、今はイケイケやけど元は合田の弟分やった男です。合田が消えた途端関西で頭角現しおったんですわ。問題はなぜ今この二人が東京にいるのか。何か匂いませんか。なるほどな。真島さん。あ？ヒルズの竣工セレモニーには登場会の威信がかかっています。せやな。他の組とも連携して警備の強化を。采配はお任せします。ふん。こらボケ、何やっとんじゃ。やっぱほんまもう迫力がちゃうな。最高や。まさかゾンビとやり合える日が来るとはのう。親父、早く死体出すぞ。行くで。がっかりさせんなや。Yeah!
こや。